激震。ナンバーアンダーラインアイの CM で一瞬にビアボール市場が沸騰。来週からビアボール CM がテレビ放映予定です。保存してみてください。ビアボールというフレーズが最近お茶の間を席巻している。テレビから流れる15秒の CM、そして1分間のロングバージョン。そこには人気アイドルグループ、 ナンバーアンダーライン愛のメンバーが弾ける笑顔でビアボールを楽しむ姿が映し出されている。彼らの楽しそうな雰囲気は見ているこちらまで笑顔にしてくれる不思議な力を持っている。しかし、この CM が秘めている影響力は単に視聴者を笑顔にするだけにとどまらない。それは社会現象と呼べるほどの大きなうねりを生み出しつつあるのだ。月日、 ファン待望の60秒 CM がついに解禁された。この CM は2時間番組でしか見られないということもあり、ナンバーアンダーライン愛のファンたちはこの日を今か今かと待ちわびていた。SNS 上では待ってました。ナンバーアンダーライン愛最高といった歓喜の声が溢れ返り、中にはテレビの前で星座待機といった熱烈なファンの姿も見受けられた。 そして、CM が放映されるやいなや、その影響力は瞬く間に現実世界へと波及していく。私の持っている広告情報によると、テレビで放映される60年代のビアポンの CM は、決まった時間枠で放映されるようです。3人の面白い瞬間をぜひ保存してご覧ください。5月14日、日20時からテレビ朝日系列家事野郎。5月14日、 日20時57分から TBS 系列マツコの知らない世界5月15日水22時から TBS 系列水曜日のダウンタウン5月16日木19時から TBS 系列プレバト5月16日二21時から日本テレビ系列秘密の県民ー。5月17日 金23時からフジテレビ系列全力脱力タイムズ。5月17日、金23時40分からフジテレビ系列ネタパレ。5月18日、土18時56分からテレビ朝日系列博士ちゃん。5月18日、土23時30分から TBS 系列人生最高レストラン。 5月19日日曜日22時から TBS 系列日曜日の初字額。なんと各地のスーパーマーケットからビアボールが姿を消す事態が発生したのだ。これはファンたちが CM を見て一斉にビアボールを買い求めた結果である。一部店舗では入荷してもすぐに売り切れてしまうという状況が続いているという。 どのアイドルグループにもなしえなかったこの事態は、まさに、ナンバーアンダーライン愛効果、と呼ぶにふさわしい。ビアボールの売り上げは、CM 放映前と比べて飛躍的に伸び、ナンバーアンダーライン愛が持つ影響力の大きさをまざまざと見せつけた。では、なぜビアボールはここまでの人気を集めているのだろうか。その秘密を探るべく、 まずはビアボールそのものの魅力に迫ってみよう。ビアボールとは、ビールと炭酸水を混ぜて作る新しいスタイルのアルコホリックドリンクである。最大の魅力は、何と言ってもその手軽さだ。ビールと炭酸水を混ぜるだけで完成するため、忙しい現代人にとってうってつけの飲み物と言えるだろう。さらに、炭酸水の量を調整することで、 自分好みの濃さにできる点も嬉しいポイントだ。しかし、ビアボールの魅力はそれだけではない。CM でナンバーアンダーライン愛が美味しそうにビアボールを飲む姿も、購買意欲をかき立てる大きな要因となっている。彼らの明るく爽やかなイメージと、ビアボールの手軽で楽しいイメージが合致したことで、爆発的なシナジー効果を生み出したのだ。これは、 今後のマーケティング戦略においても重要な示唆を与えてくれる事例と言えるだろう。商品イメージに合った適切な広告等を選ぶことで、これまでにない成功を収められる可能性を秘めているのだ。今回のビアボール現象は、アイドルが持つ影響力の大きさを改めて証明したと言えるだろう。しかし、この熱狂が一過性のブームで終わってしまう可能性も否定できない。 ビアボール人気を継続させるためには、さらなる戦略が必要となる。例えば、期間限定フレーバーの開発や、ナンバーアンダーラインアイとのコラボキャンペーンの実施など、消費者を飽きさせない工夫が求められる。ビアボール現象は、私たちに多くの問いを投げかけている。アイドルの影響力は、どこまで社会に影響を与えるのだろうか。そして、 企業は、その影響力をどのように活用していくべきなのだろうか。今回の現象を機に、アイドルと社会、そしてマーケティング戦略のあり方について、改めて考えてみる必要があるだろう。ビアボール現象は、日本における種類業界の現状にも一刻を投じることとなった。近年、若者のアルコール離れが叫ばれている中、ビアボールは、 その手軽さと自由度の高さから新たな顧客層を獲得することに成功している。従来のビールよりも低アルコールで炭酸水で割ることで自分好みの味わいに調整できる点はこれまでビールを敬遠していた層にも受け入れられているようだ。またビアボールの登場はかのみ需要の高まりという時代の流れにも合致している。コロナ禍を経て 自宅で過ごす時間が増えたことで、カノミを楽しむ人が増えている。ビアボールは自宅で手軽に作れるという点で、このニーズに応える商品と言えるだろう。しかし、ビアボールの快進撃が続く中で、課題も見えてきている。それは、ビアボールが新たな定番アルコホリックドリンクとして定着するかどうかの問題だ。一過性のブームで終わってしまうのか、それとも、 ビールやチューハイのように日本の主文化に深く根付いていくのかその答えはまだ出ていない。ビアボールが定番アルコホリックドリンクとして定着するためには継続的なマーケティング戦略が必要不可欠だ。新商品開発や様々なコラボレーションなどを通して消費者を飽きさせない工夫が求められるだろう。 ナンバーアンダーライン愛効果によって火がついたビアボール現象。それは、単なる種類業界の出来事ではなく、アイドルの影響力、マーケティング戦略の重要性、そして日本の主文化の変遷を映し出す鏡のような存在となっている。今後、ビアボールがどのような道をたどるのか、そして日本の主文化にどのような影響を与えるのか、引き続き注目していく必要があるだろう。 ビアボール現象は、私たちに消費のあり方についても最高を迫る。従来の消費は、企業が発信する情報に基づいて商品を選択する、いわば、受け身な行動であった。しかし、現代社会においては、消費者は SNS などを通じて自ら情報を発信し、他の消費者の意見を参考にしながら商品を選択する。 より能動的な存在へと変化している。ビアボールのケースでは、ナンバーアンダーラインアイのファンたちが自発的に情報を拡散し、他のファンと共有することで爆発的なブームを巻き起こした。これは企業が一方的に情報を発信する従来型のマーケティング手法とは一線を隠す新しい消費の形と言えるだろう。このような消費行動の変化は、 企業にとって大きなチャンスと同時に大きな課題も突きつけている。企業は消費者の自発的な行動を促すような、より魅力的な商品やサービスを開発していく必要がある。同時に消費者が発信する情報に耳を傾け、そのニーズを的確に捉えたマーケティング戦略を展開していくことが求められる。ビアボール現象は、 私たちに多くのヒントを与えてくれた。それは、アイドルが持つ影響力、マーケティング戦略の重要性、日本の主文化の変遷、そして消費行動の変化である。これらの要素が複雑に絡み合いながら、新たな社会現象を生み出している。